フィルハーモニアチューリッヒは、チューリッヒ歌劇場専属のオーケストラである。団員数116名。1985年以来、チューリッヒ歌劇場還元楽団の名で活動していた。2012年に、アンドレアス・ホモキが劇場総支配人に、ファビオル・イージが音楽総監督にそれぞれ就任し、歌劇場のみならず、オーケストラ独自の活動も、 新たに展開するにあたり、フィルハーモニアチューリッヒに名称が変更された。フィルハーモニアチューリッヒの歴史は、チューリッヒトーンハレ管弦楽団と密接な関係を持つ。チューリッヒでは1834年から、チューリッヒ最初の常設劇場であるアクティ演劇場でオペラが上演されていたが、1890年を迎えたその夜、この劇場は火災で消失した。 アクティ演劇場では1850年代初め、リヒャルト・ワーグナーが自身の指揮でまよえるオランダ人、タンホイザーを上演した。ワーグナーの作品上演のために、オーケストラは30人だったのが70人にまで増員された。1851年、ワーグナーはチューリッヒの音楽生活改善を提案するチューリッヒにおける劇場という論文を発表した。 1853年、市民音楽協会主催による第1回ワーグナー音楽祭がアクティ演劇場で催された。1861年、AMG とアクティ演劇場で常時演奏している31名のプロ音楽家によるアンサンブルのためにオーケストラ協会が創設される。1867年、現在のチューリッヒ歌劇場が建つ場所にあった旧穀物倉庫が 音楽ホール、トーンハレに改築され、スイス音楽祭が催される。1868年、トーンハレ協会設立により、AMG は解散した。トーンハレ協会のオーケストラは、新しく建てられたトーンハレ大ホールにおいて、初代首席指揮者、フリードリヒ・ヘーガーとその友人ヨハネス・ブラームスを、指揮者に迎え、優れた演奏を行う。 その後も、作曲家フェルチョブゾーに及び後にトーンハレ、主席指揮者となるフォルクマール・アンドレーへと共に、さらに質の高い演奏を続けてゆく。1891年に建てられた私立劇場では、リハルト・シュトラウスや若き日のビルヘルム・フルト・ベングラーが、オーケストラを導く。シュトラウスは、自作の舞台作品を数多くチューリッヒで指揮、上演した。ナチス時代には、 ドイツやオーストリアから追放、あるいは忌避されていた作曲家たちの作品、アルバンベルクのルル、パウル・ヒンデミットの画家、マティスなどが初演された。またオペレッタの分野でも、当時の雑誌で誹謗されていたユダヤ系作曲家たち、例えば、ラルフ・ベナツキー、オスカー・シュトラウス、パウル・アブラハム、エメリヒ・カールマンなどの作品を率先して取り上げた。その他にも、 チュリッヒ歌劇場はこう呼ばれたでは20世紀の重要な作品の初演が数多く行われた。1944年、チュリッヒにあったラジオオーケストラが SRG を解雇され、チュリッヒ市長アドルフ・リュフィンガーの決断により、すべてのラジオオーケストラ団員がトーンハレ協会のオーケストラに吸収される。142人からなるこのオーケストラは、 コンサートのグループと劇場のグループに分けられ、その後中立ハレテアター管弦楽団と呼ばれるようになる。契約及び仕事の環境は両グループともに対等であり、トーンハレ協会と劇場株式会社の間で公平なオーケストラの管理部門と役員委員会が設置された。1946年、初めての女性バイオリニストを雇用する。 その後1968年までに15人の女性演奏家が雇用契約されている。当の劇場オーケストラ史上のハイライトは1970年代ニコラウス・アーノン・クール式ジャンピエール・ポネル演出のモンテベルディ・モーツァルト・チクルスである。と同時にフェルディナント・ライトナー、ネル・ロ・サンティなどの指揮者たちに歌劇場のオーケストラは引きられる。1985年 党は、トーンハレ管弦楽団と歌劇場管弦楽団とに分かれる。この売別には1984年の歌劇場改築、またそれに先立つ1980年のチューリヒ氏の芸術に関する政治的議論とそれに対する若者たちの暴動が背景にある。トーンハレ協会からの独立後、チューリヒ歌劇場管弦楽団はスイス唯一の劇場専属オーケストラとなる。 音楽監督、ラルフ・バイケルトの下、以前の当劇場グループは徐々に拡大されていき、例えば、年に6回前後のオーケストラコンサートを開くなど、活動範囲も広げていく。1994年、オーケストラの中に小楽器演奏のアンサンブル、ラ・シンティラが立ち上げられる。まもなくこの活動は、劇場の仕事の中に組み入れられ、今日、中立劇場は、 小楽器の特別なアンサンブルを、例えば、ニコラウス・アーノン・クール、ウィリアム・クリスティ、クリストファー・ホグーと、ジョバンニ・アントニーニのような工学の分野の指揮者たちに、いつでも提供でき、共演することができる。1991年から2012年まで、劇場総支配人、アレクサンダー・ペレーラは、オーケストラの活動に、大いに手腕を発揮し、フランツ・ウェルザー・アメストが、 主席指揮者を務めていた間、歌劇場及びオーケストラが、国際的な名声を得るべく力を注ぎ、数多くの DVD 制作、テレビ録画などがなされた。多数の客演指揮者、リッカルド・シャイー、クリストフ・フォンド・ホナーニ、ウラジーミル・フェドセーエフ、ジョン・エリオット・ガーディナー、バレリー・エルギエフ、ベルナルト・ハイティンク、ニコラウス・アーノン・クール、ハインツ・ホリガー、ズービン・メータ。 インゴ・メッツ・マッハー、ジョルジュ・プレートル、ネロ・サンティ、ラルフ・バイケルト、イバン・フィッシャー、アダム・フィッシャーなどが招かれ、オーケストラと共演した。2009年から2012年まで、ダニエレ・レガッティが、主席指揮者を務める。2000年、2001年シーズン、ドイツのオペラ誌、オーペルンベルトのアンケートにより、今年のベストオペラ・オーケストラに選ばれ、このオーケストラの力量と実績が、 国際的に知られることになる。2007年9月、中リヒ歌劇場は、初めての日本公演を行う。ウェルザーメスト市の下ベルリ、椿姫、リハルト・シトラウス、バラの騎士を、上演、大好評を博す。音楽評論家、記者による、音楽の友、2007ベストコンサートで、第1位に選ばれる。2014年、中リヒ歌劇場は、 イギリスの国際オペラアワードより年間最優秀オペラハウスに選ばれた。フィルハーモニアチューリッヒの団員たちは演奏と同時に教育者としての仕事もしている。オーケストラは15名の席をアカデミー生のために提供している。若い音楽家たちが将来プロの音楽家として活動する準備のため2年間オーケストラの中で実地の経験を積む場所と機会を与えられている。 チューリッヒ芸術大学マスター課程で、オーケストラを履修する学生にも、同様に現場で学ぶ機会が与えられている。2014年、フィルハーモニアチューリッヒは、オペラハウス株式会社と共に、歌劇場独自のレーベル、フィルハーモニアレコードを設立した。2015年1月、オーケストラ30周年記念に、初めての CD 及び DVD 制作が公表された。 ありがとうございます。